さん、おはようございます。おはようございます。今日は9月の2日です。はい。先月の末、ね、1週間も経ってないんですね。安倍総理が辞任しますという報道がありました。この報道がある、ね、ちょっと前からね、皆さんもお気づきだったと思うんですけど、あ、検査で入院されて安倍総理がね、やっぱりこう体調が悪いんだなというのがだいぶテレビでもやってました。もしかしたらと思ってたんですけどね、何よりもね、安倍さんのその総理の顔がね、なんかもう本当に気の毒なことですけど、なんかこう魂が抜けたようなね、なんかこう目の照準がこう合ってないような感じがしました。そうしましたら案の定ですね、総理を辞任しますと、体調の理由でね、そういうふうなことを、まあ、本当に残念ですけど、本当にご苦労さんと、もうその思いでいっぱいなんですけど、私はね、皆さんもそうだと思うんですけど、やっぱりこう人間というのは魂の奥底でね、つながっていると、これはもう私は信じてます。ですから私たちのやっぱりこの思い、心というのはどんなに隠してもね、やっぱりその人の顔つきや物は言わなくても、喋らなくても、その人の目つきやその人の後ろ姿に確実にやっぱりこう現れてます。だからそういう点ではもう元気がないとかね、また何かで悩んでるとか、そういったことはもうね、私たちはどんなにこう心の中にこう、出すまい出すまいと、顔には出すまいと思ってましても出てしまう。今日朝でした。夢を見ました。でそれはある方なんですけどね、非常にはっきりした夢でね、懐かしいなと思いながらね、目が覚めたんですけど、今まで私の経験で、夢で見た人がね、必ずその後にやっぱり会ってるんですね。というのはこう正夢だというのは実際にあると。ということは何かといったらね、もしかしたらね、これは私がその人に会いたいと思ってることもそうなんだけど、向こうもその人も私と会いたいと思ってる、そういうね、やはり心の深い意識というか、魂の奥深い意識というか、そういうところで人間というのはやっぱりなんていうのかな、テレパシーというのかな、そういうふうな一つの、まあ言い方をしたらいいか僕は分からないんだけど、つながっていくというか、そういうことをものすごくこう感じています。去年でした。去年の年末だったかな、いつだったかちょっとこう覚えてませんけどね、これも僕は不思議だった。沖縄に行きたいなと思ったんですよ、去年ね。そうしたらね、その思ってから何日だったかな、そんなに経ってない、その後に首里城が焼けました。あれもびっくりしました。そういうことを見た時にね、やっぱり何かが人間の心の中には、そういう私たちの意識のレベルでは、魂のレベルでは、何か私たちにはつながっているものがあるというのをこう思ってなりません。今日も
いい一日を与えていただきましたけど、やっぱり大事なことはね、まあ、僕たちが今お祈りをさせていただきましたけど、やっぱり、祈りを持って私たちが、いい思いを持つというか、ね、感謝であり、また反省であり、ね、あるいは懺悔であり、今日一日ね、こうやって元気に迎えさせていただいたという、まあ、感謝、ね、また、至らぬいろんな、過ちが多い私たちであっても今日一日こうやって与えられたと、まあ、そういう感謝懺悔を持って今日一日を迎えさせていただきたいなというふうにこう思ってます。大事なことはやっぱり私たち自身も自らそういう意識をね、良くしていくというその努力は非常に大事だと思っております。今日一日、しっかり頑張りましょう。はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。はい。